1日ですね、はい、こっちって、はい、当日だともっとこうもうカリカリってこれこれですね、はい、やっぱ身がこうクッと締まりすぎちゃってるんで、まあ、どうしても美味しくなくはないんですけどちょっとアミノ酸が出ないんでどうしても1日ぐらい寝かした方がやっぱりねアミノ酸も出てうまみも出る。2日だと行き過ぎたんですか。2日だとちょっとあの身がちょっと今度どんどん白くなってきちゃうんですね、はいはいはい、大体2日ぐらいしちゃうと僕らなんか昆布締めしちゃいますね。なるほどね、はい、フレッシュ感がなかったです。そうですね、石垣これあのお塩かわさび醤油これって石垣貝と同じなんですか。同じです、はい、そうか、この間そっと言ったんですよ、はい、そしたら白鳥貝っていう名前で出てて、はい、実は石垣貝っていうそうなんだ。やっぱりね肉厚でやっぱりこの夏場の時期にしてはこの二枚貝では唯一旬の貝ですので、うん、大好きな貝ですこれ。甘みがねやっぱ強いんで美味しいですよね。わかめも三陸の生ですね。これねやっぱり生の方がやっぱり歯ごたえがいいですから。どうだ。シャキシャキじゃん。そうですね。本当だ生きてる。やっぱりこうね、水ダコもそうですけど、やっぱり北海道でやっぱね、大きいものだと大体2メートルぐらいありますんで、うん、1枚で面白いカットですね。あ、そうですね、僕は結構歯打ちする糸目さんいらっしゃるんですけど、僕はこうやって切っちゃった方が結構ね歯ごたえも残りますし、かといって切れないわけじゃないんで、ここをこういうふうにねカットしてます。これ吸盤焼いてますので、はい、お塩これね振ってますんでこのまま召し上がっていただければと思います。7月7月からですね大体使い始めるのは8月漬けにしたってますね、はい、これはまあお腹の部分中トロですね。まずついてるこの緑の薬味のライクハンドニンニクっぽい風味で、これ金坂さん、そうですね、スタートが入ってもう元々金坂さんの系列にしたんで、あ、そうですか、はい、
この中に一心ってお店があって、ここで一応9年ぐらいですね。この時期でも初ガツオって言うんですか？一応時期的にギリギリですね、はい、もう戻り、まあ、戻りほど油は乗ってないんで、はい、戻りが大体まあ10月ぐらいになりますんで、はいはい、もうそう思いかかったけど今はもう年中美味しいですね。あ、ここ数年だと結構ずっと初ガツオでも結構油が乗ってるカツオが結構多くて、はい、異常気象なんでしょうけどね、はい、なんかずれたりしますよね。そうですね、すごくずれて、もう今はもう大間のマグロ出たり始めたりとかしてましたね、はい、ね、アジを、ごまと生姜と最後に大葉でねってありますんで、結構やっぱりこのごまが結構いいアクセントになるんですね。今日のアジもね、そこまでこう大きいアジではなくて小ぶりの、鹿児島の泉なんですけど結構、ね、小ぶりのアジですね。結構つまみの種類多いですね。結構うちはつまみ多めですね。つまみがだいたい8種類で、まあ、あ、そんな出るんですね。焼き物とかも出るので、はい、夜来られる方お酒メインになる方多いので、結構握りはちょっとでいいっていう方結構いらっしゃってけどやっぱり、ね、握りもうちは結構しっかり出すので、大体10貫ぐらいは普通に出るので、はい、握り少しでいいってすごいですね。な、あの、結構いらっしゃいますね。なんだよって思いますね。居酒屋じゃねえそうですね。けど、まあ、だけどつまみも多くて、やっぱり握りもやっぱ食べたいって感じもやっぱり中にいらっしゃるんで、はい、金目調子の金目ですね。お腹の部分がすごい脂が出てくるんですね。ちょっとわさび多めで、これね、お塩かわさび入れてみて。逆に銚子以外聞いたことないんですけど、銚子と千葉、勝浦、勝浦と一応まあ下田も結構有名ですね。寿司に使うっていう感じじゃないですか？そうですね、寿司は大体銚子が多いかもしれないですね。うん、すごい。これね、やっぱりこう中はちょっと半生にしてるのはやっぱりこの食感を残すために、うん、はい、半生にしてます。気持ちいい食感するんですね。マグロの脳天、脳天の、で大根おろしの上に皮で入れて、玉ねぎしてます。くらいですね。ズニクっていうの？そう、ズニクですね。はい。普通もそうですよね。マグロ坂は、いや、行ってないです。全然行かれてない。初めてです。どうですか、ありがとうございます。どこありますか？マグロ坂最近増えてるんですね。マグロ坂はここ2年ぐらいで8店舗ぐらい多分。そんなありますか？増えました。寿司屋だけで、はい、ケガニですね。甲羅に詰めてるんで、カニ味噌。カニ酢もそんなにこう出汁をちょっと効かせてるので、そんなに酸っぱさは感じないと思いますね。味噌もちょっとね、調味料ちょっと足して。そして新イカも新子もちょっと規格外の金額で、ちょっと小ささもちょっと規格外なんで。どんどん高くなった。年々高くなってますね、新子なんか特に。新子、まあ新イカもそうですけど、まあ新イカはやっぱり新子に比べちゃうとちょっと薄くなってしまいますけど、新子はやっぱり今年17万とかやっぱりしてたんで。去年18万とかですね。去年は多分16だった気がしますね、はい。で今年はちょっと17は僕聞いたんですけど、その前はちょっと、うん、もう取ってないんで、こっちでは、はい、その前がなんか半額ぐらい、8万とかそんな。そうですね、はい、まあ、豊洲に移動したからなのかちょっとマグロとかもそうですけど、もろこし豆腐。もろこし豆腐、はい、あのトウモロコシは湯がいて、で、裏ごしして、で、くず粉という、くず切りとか使う粉でちょっとね、練りながらちょっとね、ダマを作らずに
で冷やすとこうね固まります、ね、まあ豆腐みたいな感じで、もともとミネオカ豆腐っていう、まあ、だいぶクリーミーですね。そうですね、だいぶクリーミーに、やっぱりこうその練る作業の時にやっぱりちょっと緩くしてしまうとダマになっちゃうんで、それをやっぱりこうしっかり練るとクリーミー。うまっ、昆布締めの山口の萩から直送で来てもらってるんで、大体2日ぐらいですね、これはね、昆布締めしてもこれうまいですね。ありがとうございます。こんな舌触りいいんですか？舌触りすごい鮮度部分です、はい、こんな感じなんだ、なんか滑らかで、すごい滑らかですね。あ、はい、信仰を求めてくる人はいると思うんですけど、神化を求めてくる人いるんですか？いるんですか？ちょうど今時期が信仰と神化が被る時期、そうですよね、この時期を狙ってくる方いらっしゃいますね。やっかいやですねだからやっぱり信仰もやっぱ大体このぐらいなので、だからちょうどやっぱり神化も2枚漬け、信仰も大体2枚漬けぐらいの時期に来られる方が多いと思います。シーンかも、なんか物によって全然違うなと思って。あ、そうですね、あとはもう仕込み方によって仕込みが違うんですか？結局やっぱり皮をむ、大きいやつもそうです、皮をむく作業があるんですけど、それが手の温度で長くむけなければむけないほどもっと柔らかくなっちゃうんです。温度で柔らかくなっちゃうんで、はい、で早くこれをむかないとちょっと食感が残らなくなっちゃうんですね。早くむかないと柔らかくなりすぎちゃう、温度で。で結構食感は残ってるというのは早く早く綺麗に剥く作業で、綺麗に剥くことでやっぱり多少食感を残すという。だ大きいスミイカなんか結構すぐ剥けるので結構食感が残るんですけど、はい、本当だ。ここね、やっぱり歯ごたえもやっぱり食感がね、やっぱり火入れすぎちゃうと硬くなっちゃうんで、そうなんだ。ここからうちはシャリが2種類あるんで、ネタによって変えていってるんで、白酢と赤酢とか。あれ今食べたのって白い酢です。赤って言ってもそんなこう強めの赤ではなくて、これもブレンドさせてるんですね、はい、お米も北海道7つ星ですね。固めてかかりじゃないですか？うちはこう固いと思います、うん、やっぱりこうどうしてもこうネタが乗っちゃうとやっぱちょっとぼやけちゃうんで、こうやってね食べ比べていただく。もしかしたら小さければやっぱりちょっとこの骨の部分って感じないんですけど、多少やっぱりこう下ろした時に骨が残るので、この部分だけカットして、やっぱり長いものはサービス漬け、箸休めに食べちゃいます。今年の初いくら食べました？まだ食べてないです。まだ食べてない。うちが最初。怖いです。
そっか、もう発育の時期ですね。発育が出てます。なんだなこの夏は。今年はちょっとおかしいですね。おかしいですね、もう。なんか寿司ネタで季節を感じる、まあ、特に今年は。もしコロナだったら余計に。そうか、シナクラが。いくらがもう出てますね。赤身漬けなんです。これどこのですか。今日はね、アイランドですね。アイランドですね、はい、これ寝かしてるんですか。これ寝かします、はい、だいぶねっとりしてるから。そうですね、まあ、ちょっと漬けにしてるんで、はい、漬けもちょっと鰹節を効かせたお醤油で、はい。薬味とは、これで、だいぶ肉感で、そうですね、肉感で、ちょっと甘めなんでね、焼肉のタレみたいな、はい、そうですね。うまいですね、これ。はい、やっぱ海苔が合いますね。海苔がやっぱり合いますね、やっぱり。やるに握ると強すぎちゃって、のどぐろが。海苔でこう、大味ないですけど、はい、生イクラが出始めたら必ずやるんです。大体皆さんにこう、もったいないっていう。やっぱりまだ、かなり筋子がちっちゃいですね。炊いてるんで、そんなにこう潰れないっていうのがいいですね。あ、これ出汁入ってないですか。これはあの出汁入ってないです。はい、あのこれあれなんです、イクラがあの出汁醤油で漬けてるので、まあ、だからですね、こう潰れた瞬間にこうファッと広がるのは柚子と出汁醤油です。出汁醤油、はい、あれでも、お酒はどうしますか。あ、いいですか、はい。東京じゃあんまり読めないちょっと、はい、はい、お持ちします。室町時代半分、室町時代岡山のお酒なんですけど、はいはい、まあ、モンドセレクションを13年以上連続で取ってるところなんですけど、まあ、東京だと銀座の何店舗とうちしか店舗だと飲めない。まあ、量販店さんだと売ってるんですけど、まあ、岡山、岡山ですね。かっこいいな。あ、美味しいこれ。お酒本当好きな方は相当好きだし、余韻がすごい。そうですね、余韻がすごい。長いですね。お酒好きな方でもこれは知らない方結構多くて、はい、これ美味しいです。ありがとうございます。一口飲んだけどストーリーがあるこれ最初に飲んじゃうと多分、まあ、まあもう前半が、はいはい、お酒、まあ、邪魔するわけじゃないんですけど、まあ、強すぎます、ね、強いというか、はい、これもお塩、アナゴはね、今一番美味しい時期ですのでね、すごい、ちょっと巻いたの
後から柚子が。そうですね、後から柚子をね、効かせるようにしてます。最後まで巻物と入ってます。お腹の方がどうですか？もう結構、結構今日は熊本のあさりになります。自分正直野球部なのに全然嫌です。これちょっとマグロちょっと漬けにしてるんで、はい、このままでしょ。なんかちょっとこっち、こうなる。あ、お味噌汁というよりもお吸い物に近いぐらい、ね、味噌はちょっと少なめにしてあります。味噌好きなんですよね。最近私は、これ何これ何ってすごい聞いてきて、ちょっと真似をしながら、びしゃびしゃ風ですね。はい、焼くのに50分かかるんで。違う、ごめん、これはもうカレーが。そう、そういうジャンプ系もそうだけど、少年シングル結構広いですよね。いや、広いです。はい、今14ですね、カウンターだと。はい、でカウンターはまあ大体2人、もしくは3人で、はい、夜を回して。ただでさえ神楽坂って美味しい店いっぱいありますもんね。店さんも飲食店多いんで、やっぱりイタリアン、フレンチ、和食、ね、和食でいうとミシュラン取られてるところ石川さんなんかね、やっぱね。あれ小室さんですか？小室さんもそうですね、はい、すごいやっぱり飲食店多いんで、やっぱり競合がめちゃくちゃ多いな。多い、寿司屋が増える分には僕らすごくありがたい。あ、そうですか、はい。こう寿司屋がなかったんで、うん、上にこうどんどんでこう良くしてもらいたいっていうのがあるんで、まあ競争じゃないですけど、やっぱりこう寿司、あ、神楽坂寿司多いよねっていうイメージを捨てたいですね。はい、今って正直あんま寿司のイメージはないですよね。はい、ないんで余計にあの最近本当にここコロナ系でオープンされてるお店さんが3店舗あるので、はい、だから神楽坂寿司凛っていう、うちはもともと凛とするとか凛々しいっていう漢字の偽の凛だったんですけど、近くに凛とさんっていうお店があって、その漢字を使われてたので、ちょっとあの崩してひらがなに、はい、けど私の娘が凛っていう。あ、本当ですか。運命的なもの。運命ですね。いやもうね、ありがたい。すごく運命ですね。Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body.Dancing in the dark, with every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you.Here's your time to shine, oh, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling.You can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the